あれ？ドアが開いてる。え？チェストの中身もほとんどなくなってる。ベッドもないし。なんで？は。もしかして、私のいない間に、泥棒が来ましたかね？ああ、なんか穴を開けられてる。とりあえず寝ないと。羊毛持っててよかったです。まったく。ひどいことをする人もいるんですなぁ。私のベッドを盗むなんて。とりあえず予備のベッドを作らないと。羊さんを追いかけ回さないとねぇ。あれ？なんか雰囲気が変わったような。うん、なんか違う。私がいない間に、何かがあったのですな。何か小石の予感がしますぞ。うん。しかし、小石の前に羊毛ですな。全然羊さんいないし、だからベッドが盗まれるんですね。あれ？あんな建物ありましたっけ？全然見覚えがないですな。絶対に前はなかった。うん。あんなおしゃれな建物はなかったです。温泉。一体どうしちゃったんですかね？こんなおしゃれな建物ができてるなんて。しかも、全然壊されてないというね。お、なんと。なんか良さげな剣が落ちてますぞ。おーおーおー、なんか強そう。これはラッキー。落ちているのですから、うん、もらってもいいですよねー。ふっふっふ。やりましたな。強そうな剣をゲットしましたぞ。なにこれ。うっくす。何か失敗でもしたんですかねー。おお、おお、なんかいい感じの場所ですなぁ。うん、ゴーレムさんの護衛もあるし、村人さんもたくさんいます。とっても良い場所ですな。ここは、なんかちょっとボロいですな。ああ。なんか狼もたくさん。骨、なかったです。残念。しっかし、ここはどのような施設なんですかねー。なんかお寺みたいですけど。別に何もないし。まあ、動物や村人さんが多くて、寂しさは全くないですな。ああ、喧嘩ばっかり。やめなさいよねー、こらー。まったく。あれ？この狐さん、何か加えてる。ああ、え。なんと、強そうな剣がもう一つ。すごい。なんで狐さんが加えていたんですかね。謎ですな。
っちにも謎の建物が。ボイシの予感がします。うん、ノンボイシでしたね。おお、あっちにも何かありますぞ。なんもないじゃないの。羊さんを探しにこんなとこまで来ちゃいました。覚えてますかね。で、クリーパーさん多くないですか。もう、あ、そうだ、あのクリーパーさんでこの剣の試し切りをしてみましょう。ふっふっふ、最強の剣を食らうがよい。ノックバックがいい感じですな。おお、燃えた。ふっふっふ、君も食らうかい。この最強の剣、いいじゃないですか。うん、素晴らしい。よし、ベッドを借りましょう。うん、ここは変わっていませんな。くっそー、他にベッドはありましたっけねー。あはは、自分の家じゃないのにねー、すみませんねー。お、あー、なんか変わってるー。前来た時と違う。なんで、前は額縁に骨があったし、狼さんもいたのに。ここにも泥棒の間の手が。くっそ、本当にひどいですな。私がいない間に、いろいろ荒れていたんですな。うん、ここに、剣はちょっとあれですから。人参、うん。そろそろ寝られますかねー。その前に、こっちも見ておきましょう。うん、まだ何もできてませんな。探しの途中にイグルーを見つけた所長。うん、おお、いい感じの村発見。いいですな。だいぶ遠くに来たので、この辺りは人の手が加わっていないみたいです。そうだ、ここに住んでもいいかもですな。うん、一通り見て回ったし、特にやりたいこともないし。ということで、私はここに拠点を作ろうと思います。そしてひっそりとダークウェブマイクラの世界で暮らしていこうと思います。ここから新しい一歩、泥棒になんか負けませんぞ。うん。